長谷川豊の本気論本音論チャンネル。どうも皆さんこんにちは、長谷川豊です。 YouTuber デビューかなんていう風に見えるかもしれないんですけど、そういうわけじゃないです。本当に僕はネットが詳しくなくてですね、よくわからないんですけれども、これからいろんなことを考えると、こうやって動画配信をして動画で絵と音で伝えていった方がいいんじゃないかななんていうふうに思いましてですね、友人知人のスタジオをちょっと借りまして、実験的にこういうことをやっています。まるで YouTuber のようなことをやっているという感じなんですけど、いかがでございましょうか。長谷川でございます。動く長谷川の動画をご覧いただくのは、去年の本気論本音論以来という方も少なくないんじゃないかなと思うので、1年ぶりとか。もう理由が単純に2つありましてね、真面目なところから言いますと、何度かお伝えしている通りなんですけれども、僕は来年の参議院議員選挙に出たいと思っています。日本維新の会に全国比例の候補者としてですね、公認申請を出しているということで、ここから先はですね、公認が下りるかどうかっていうのは、日本維新の会の馬場幹事長を含めて、皆さんで決めていただくということになるんですけれども、出られるものだというふうに信じてですね、今全国の仲間たちと一緒に講演会を立ち上げて、もう札幌をはじめですね、東京、千葉、大阪、日本各地で講演会が立ち上がり始めているという状況であります。で、出た時は圧勝する、もうそういうつもりで、やっていきたいと。そのためにもやっぱり何らかの発信ツールっていうのは必要だろうなと。ただじゃあ僕の発信とか僕の意見っていうのがこれからどっかで取り上げられますかっていうと、これは簡単ではないです。理由は単純です。僕が一番最初に伝えたいんだ、僕が一番最初に国会に行ってやらなきゃいけないんだというふうに最重要項目として言ってるのが、もう本気論本音論などをずっとご覧の方はですね、皆さん分かってる通りなんですけど、放送法の改正をはじめとするメディア改革です。僕はメディアを改革したい。もうこれもね、何度も言ってることですけど、エアコンと同じようなもんだと思ってるんですよ。例えば部屋が綺麗じゃないですか。見てください、後ろに観葉植物なんてあってね、世界地図なんてあって綺麗じゃないですか。でももし今ここの空気がものすごくカビ臭くて、もうっていう状況だったとしたらどうします？どんなに部屋を綺麗にしてても、僕たちは不快な思いで、情けない気持ちで生活しなければいけないと僕は思うんですね。このエアコンの役割を果たしているのは、僕は国で言ったら、例え話ですけど、マスコミだと思ってるんですよ。今日本にはこんな情報が流れてるんじゃないか、今日本はこんなニュースがあるんじゃないか、ブワーッとエアコンの空気のように流れてくる情報。本当は日本はすごくいい国かもしれないし、本当はものすごく素敵な話もあるかもしれないのに、やれ不倫だ、やれ不祥事だ、やれ盛りかけだ、本当は国会議員たちは一生懸命やってるかもしれないのに、盛りだー、かけだー、わーっていうところだけ視聴率稼ぎでやっちゃう。それで日本誇りに思いますかね。僕ら大人はいいんですよ。僕ら大人はいいんですけど、子供らどう思いますかねっていうのを僕ずっと思っていて、少子化は全然進んでないです。もう情けないことで、もう少子化対策なんて20何年進んでないですよ。ひどいもんですよ。こんな先進諸国なかなかないですよ。本当の人口問題に関する大問題なんて全然やらないわけでしょ。いろんな話をやらなきゃいけないっていう放送法があるにもかかわらず、日本のことを卑下して日本のことをバカにするような延々文句が垂れ流されたりして、そんな国に住んでて子供はどう思いますかね。今の子供らってテレビ見てますかね。うちの子供はテレビなんか一度もつけないですよ。強いて言うならイッテ Q くらいですよ。まあ、イッテ Q やろうと思ったらやらせらなんだっつって文句ばっかり言う。で、テレビタレントが文句ばっかり言って、コメンテーターが文句ばっかり言ってるところを見て、結局、子供たち文句ばっかり言ってっていう。マスコミは、公共の機関なので、公共の電波放送を使っていますし、税金で作った国会の中の一部を記者室として使っているということは、つまり税金が投入されている、つまり公の報道機関です。好き放題やりたいんだったら、こうやってネットで配信しろよと言いたくなる。でも、公のためにだったら、もうちょっと公平公正にやらなきゃいけないことはあるんじゃないのっていうのは、僕はもうずっと言ってきていることで、バラエティはいいんですよ。好き放題やってくれて。情報番組と報道番組は放送法4条があるんだから、もっと守んなきゃいけない。でもその放送法4条に罰則規定がない。本当は電波法の方にも罰則規定ってのはあったり、総務大臣が放送権取り上げたりとか、そういう規定はあるんですけれども、放送法に違反したら取り上げられるんだけど、放送法のどの項目なのか、放送法のどの条項に違反して、どの条項はどうやったら違反なのかっていう細かい規定がないから、まあ、やってた僕が言うのもなんなんですけど、
ズブズブなわけですよ。だから僕は放送利権であったり、少なくともこの日本のマスメディアの改革をしたいっていうのを訴えてるわけじゃないですか。でもですね、これはすなわち、まあ中にいたから僕もわかるんですけど、マスコミを敵に回すっていう話なんです。マスコミを敵に回すっていう話なんです。マスコミ敵に回したら、報道しない自由っていうやつを、まあ、必ず発動されるわけです。無視ってやつですね。重要なことを言ってても無視。僕がこれから戦っていく場所では、僕自身で僕の努力で発信していくしかないっていう思いがあるので、僕自身のチャンネルでありメディアっていうのは必ず必要だなという話を言っていたら、長谷川さんよかったら手伝うよっていうふうに言ってくれる友人や知人が現れて、じゃあ1分の動画であったり、そういうのを Facebook とか Twitter に流して、僕の言いたいことっていうのを本気論、本音論、そしてアメブロだけではなくて YouTube のチャンネルっていうのも作って見たい人が見られる。そういう場が必要なんじゃないかなっていうふうに僕は考えた。まあこれがすごく真面目な理由ですね。はい。一義的にはこれです。ただもう一つはですね、結構忙しくてですね、ネットでは長谷川ニートだから、長谷川仕事ないから、政治家になるんだろうみたいなですね、素敵な罵詈雑言を書いてくださってる方々、面白い方々がいらっしゃるんですけれども、そんな状況ではなくてですね、ありがたい話なんですけど、お仕事たくさん頂戴しましてですね、子供たちも含めて楽しい生活をさせていただいております。ありがたい話で、今僕は経営のコンサルタントとして、15社の顧問、経営顧問として、会社様のメディア戦略であったり、PR 戦略と、いうものの助言とかをさせていただいています。まあ実際に僕は17年半ニュースを発信してましたからね。どういうネタがニュースになるのかっていうのはありがたい話僕結構分かってますんで。こういうような目線があるんですよ。こういうふうにワードを作ったら、テレビや新聞には取り上げられやすいですよ。また人脈をこういうふうにつなげられますよっていうようなことができるんですっていうのはですね。実は僕もうこれでこの間の11月で5年目になります。この仕事が。フリーアナウンサーっていう風にテレビで見られてたと思うんですけれども、もうフリーになって1年半ぐらいでですね、そういうちょっとメディア戦略であったり PR の部分を顧問という形でついてくれないかっていう風に言われて、昔のフリーアナウンサー時代はめちゃめちゃ番組やってましたんでこんなに多くなかったんですけど、多くて3社ぐらいかな。もう、選挙出るぞと。そしてもうアナウンサーはもうやめてビジネスの方に特化するよっていう話になってからは、まあありがたいことに本当に口コミだけで随分たくさんな、顧問契約と収入をいただいているという状況で、本気論本音論とかをですね、ブログでカタカタカタって書くじゃないですか。だいたい僕3000文字弱ぐらい書くんですけど、3000文字書くとなるとね、40分から1時間かかりますね。ちゃんと、内容とかを詰めてどういう文章構成で書くかっていうのも考えてからやりますんで。でも今僕ほら大体多分これ3000文字4000文字って分量喋ってると思うんですけど、10分のものだったら10分で終わるでしょ。楽じゃないですか。やっぱり時間短縮っていう意味で考えても、言いたいことって山のようにあるし、表情と身振り手振りを伝えないとなかなか伝えられないっていうものもあるので、だとしたら皆さんに対して今僕は皆さんの画面を通して目を見ながら喋れる、そんな意見発信の場があった方がいいんじゃないかなと。 YouTuber デビューみたいなもんですね。まあプロトタイプがねうまくいかなかったらですね、来年からのしっぽりとこの企画はなくなってる可能性がありますんで、それぞれでもあんま気にしないでください。あ、長谷川あいつうまくいかなかったんだな感をね、皆さん胸の内にですね秘めといていただければというふうに思いますので、これからこうやって少しずつ皆さんに語りかけていこうかなというふうに思います。メディアの嘘ですとかね、日本に流れているニュースの紐解き方とか、そういうのを喋っていければなというふうに思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。頑張りますね。長谷川豊の本気論本音論チャンネル。私長谷川豊が本気で本音でズバッと世相に切り込みます。お楽しみに。